どうも、皆さん、こんにちは。シャクバスです。本日はですね、私の動画でね、スイカへのチャージルートありますよね。で、またね、投資信託を購入する楽天キャッシュのね、ルート、紹介させていただいておりますけども、その中でね、出てくる、この2つのプリペイドカードですね。このね、キャッシュに関してはね、結構前に変更があって、まあ、このキャッシュに関してはね、正直、そんなにね、還元を追い求めてね、利用されている方いらっしゃらないと思うんですけども、こちらのね、aupay プリペイドはですね、ANA Pay への還元を終了するっていうのをね、突然発表いたしまして、こちらの動画ね、出ている頃にはですね、もうね、この aupay プリペイドから ANA Pay のね、還元取れなくなりましたということで、今回の動画ではですね、各種のね、クレジットカード、またね、アメックスのクレジットカードから、スイカへのね、お得なチャージルート、またね、投資信託の楽天キャッシュの購入のね、お得なルートをですね、今回の動画では、おさらいね、していきたいなと、思います。ということで、残念なお知らせですね。このキャッシュに関してはね、先ほども言った通り、還元ね、取るために利用されている方ね、そんなに多くないと思うんですけども、この aupay プリペイドっていうのはですね、やはりね、貯まるポイントはね、ポンタポイントということで、ポンタポイントはね、JAL マイルに交換することができるっていう風になりますんで、利用された方ね、結構いらっしゃるかと思うんですけども、今回ね、この aupay プリペイドからですね、ANA Pay の還元ね、なくなってしまったっていう風になりますんで、今一度ね、このお得なチャージルートですね、おさらいね、やっておきたいなと思いますので、お得なね、スイカへのチャージルート、またね、アメックスの、お得なね、スイカへのチャージルート、また投資信託の購入方法とかですね、まとめて紹介していきたいなと思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、今回ね、発表になった公式サイトね、見ていきたいなと思うんですけども、このキャッシュに関してはまだ結構前ね、もう発表されて、導入されております。こちらですね、ポイント対象外となる取引ということで、ANA Pay、イデア、バンドルカード、B43、ミキシー、ミキシービザへのチャージ、上記の加盟店にて2024年1月の25日9時から取引が対象ですということで、まあこのね、ANA Pay、イデア、バンドルカード、B43、ミキシーへのチャージがポイント対象外っていう風になったんですよね。まあ先ほども言ってる通りですね。こちらね、対象外になったっていう風になるんですよね。ですので、ここら辺で利用されても、ポイントはね、一切もらえないっていう風になるんですよね。で、もう一個ですね。こちらね、aupay の、アプリの方のね、お知らせに来ているということで、まだね、公式サイトとかにね、表示はないと思うんですけども、重要なお知らせということで、2020年2月12日からですね、他社決済サービスのご利用、ポンタポイント加算終了についてということで、aupay プリペイドカードですね。今回紹介してるのは aupay プリペイドカードなんで、aupay のクレジットカードありますよね。そちらではなくて aupay プリペイドカードっていう風になります。いつも aupay ご利用いただきありがとうございます。2024年2月の13日より aupay プリペイドカードへの他社決済サービスへのご利用時のポンタポイント加算200円に1ポイント加算対象外といたしますということで、こちらね、2024年の2月の13日ということで、もうこの動画が出ている頃にはですね、反映されております。で、加算対象外店舗ということで、ANA Pay がですね、入ってきてしまったっていう風になるんですよね。ですので、今後ね、aupay プリペイドから ANA Pay っていうのはですね、チャージしても、ポイントは取ることができなくなるっていう風になりますんで、こちらね、ちょっと残念ですよね。まあ、このルートに関してはですね、基本的に Apple Pay の方でしかね、利用することができないっていう風になりますんで、iPhone の方限定のね、影響にはなるわけなんですけども、まあ、こういった感じでね、発表されてしまって、しかもね、2月の12日に発表されて2月の13日からということで、なんでこんな突然発表して突然終了したのかちょっとわかんないんですけども、まあこういった感じでね、発表されてしまったっていう風になるんですよね。で、今回のね、こちら発表を受けてスイカへのチャージ方法等をね、まとめて紹介していきたいなと思うんですけども、こちらがね、改訂版になります。この赤字がね、今までの還元率になるわけなんですけども、このね、オレンジ色の文字が今のね、最新の還元率っていう風になります。一番上からね、見ていきたいんですけども、ANA マスターカードの場合は、aupay にね、チャージした時に還元が取れますんで、1% が取れます。で、今回ね、こちらが取れなくなりますんで、ここの 0.5% 還元が落ちて、まあ、それ以外は同じということで、合計 2.5% 還元ということで、0.5% ね、落ちてしまうっていう風になるんですよね。まあ、こちらに関してはですね、やはりね、ポンタポイントということで、JAL マイルもね、貯められたいっていう方は、こちらね、取れてた部分が、
取れなくなるっていう風になりますんで、こちらね、非常に残念ですね。で、次にね、ANA、Visa、Mastercard の場合ですね。こちらのルートに関しては、キャッシュのね、還元がなくなりましたので、まあ、ここはね、0.2% しか変わんないわけなんですけども、まあ、このルートね、上もそうなんですけども、こちらね、ANA、Visa、Master のカードね、直接 ANA Pay にね、チャージすると、ポイントをもらうことができないんですけども、キャッシュをかますことによって、ポイントをもらえる。またね、ANA カードを使って ANA Pay も使ってるっていう風になりますんで、ライフソリューションズはダブルカウントね、取れるっていう風になりますんで、こちらで今後も投資した方がですね、お得にね、利用することができるっていう風になります。で、一番最後ですね、もともと 2.5% 還元だったわけなんですけども、AU Pay プリペイドから ANA Pay の還元取れなくなるっていう風になりますんで、今後はね、2% 還元っていう風になります。AU Pay プリペイドですね。こちらね、直接 ANA Pay にチャージすることできませんので、まあこちらの場合は 0.5% 還元ね、取ることができますし、こちらルート組まないとね、チャージすることできませんので、まあ今後もね、ルート的には同じになるわけなんですけども、ここの還元がね、取れなくなって 2% 還元に落ちるっていう風になるんですよね。まあ全体的にね、0.2% から 0.5% 落ちてるっていう風になりますんで、まあ今回の改定ね、単体でね、考えるとそんなではないのかもしれないですけども、やはりモバイルスイカということで、利用する方ね、かなり多いと思いますし、まあ月にチャージする額もね、結構多いかななんていう風に思いますので、結構痛いですよね。はい、ということで、こちら Android の方ですね、ANA、Visa、Master の方は、キャッシュにチャージしていただくと、1% 還元が取れて、キャッシュから ANA Pay の時は還元がね、なくなってしまったっていう風になります。こちらもね、先ほど同様ですけども、こちらね、直接チャージするとね、ポイントもらえないっていう風になりますんで、今もね、このキャッシュにチャージして、ANA Pay にチャージしていただくルートはですね、おすすめっていう風になります。こちらね、今までが 2.57% 還元だったのが、今後ね、2.5%。まあ、下の表もね、そうですけども、キャッシュの還元ね、取れなくなりましたので、今までね、逆になってますね。すいません。前が 2.2% ですね。取れてたわけなんですけども、今後はね、2% 還元ということで、このアメックスの、キャッシュ ANA Pay に関しても、こちらね、直でチャージすることできませんので、キャッシュね、経由して、チャージしていただく必要がございます。まあ、ルート的にはですね、変わらないっていう風になりまして、この一番下に関してはね、今回の影響なしっていう風になりますけども、こちらね、今後もこのルートでね、チャージしていただく方が、まあ、お得にね、利用することができるっていう風になります。まあ、Android の方はですね、基本的に 0.2%、まあ、キャッシュのね、あったかないか、微妙なラインの還元しかね、変わってないので、まあ、そこまでね、影響ないかなっていうところですかね。それでは次にですね、投資信託をね、購入していくお得な方法に関してなんですけども、まず iPhone の方ですね、こちらに関しては、前回もね、こちら紹介させていただきましたので、まあ、詳しい話はね、いたしませんけども、こちらはね、ルート的にはですね、今回ね、影響なしっていうか、まあ、この AU Pay プリペイドからね、この1をもしくは7個にね、チャージしていただくわけなんですけども、こちらね、今もね、チャージしても、還元取れないっていう風になりますんで、こちらね、影響なく今後もね、利用することができるっていう風になります。で、次にアメックスですね。こちらに関しても、特にね、影響はございません。この AU Pay からね、7個もしくは1音っていうのは、まあ、還元で、ね、取ることもともとできないっていう風になりますんで、こちらもね、影響はないって言った形になります。で、次ですね。こちらですね、Android の方は、こちらのね、キャッシュの、この 0.2% 還元がね、取れなくなるっていう風になりますんで、ここの部分がね、ごっそりなくなる感じですね。まあ、とはいえね、0.5% しかね、変更ない、あ、0.2% か。しかね、変更ないっていうので、まあ、そこまでね、影響ないかなっていうところなんですけども、ここのね、還元なくなりますんでね、この点は覚えておいてください。Android の方はこちらがね、影響あるかなっていうところですね。まあ、とはいえね、影響あると言ったとしても、還元率はね、0.2% 還元しか変わりませんので、まあ、Android の方は、ま、今回の解約に関しては、まあ、そこまでね、影響ないのかな、なんていうふうに思うわけなんですけども、まあ、こちらね、なくなってしまうっていうふうになりますんで、まあ、ね、チャージルートとしてはですね、今後もね、こちらチャージしないとね、この ANA Pay とアメックスがチャージすることできませんので、まあ、ルート的にはね、利用していただくのがおすすめっていうふうになります。今回ね、主に影響を食らうのはですね、やはりね、この AU Pay プリペイドから ANA Payね、Apple Pay でチャージしてた部分が還元ね取れなくなってくるっていう風になりますんで、まあ、iPhone ねメインで使ってる方で
スイカチャージね、利用されてた方は影響大きいかななんていうふうに思いますので、まあこちらね、いつまでこの今のね、この現状のお得なルートもですね、いつまで続くかね、正直わからないっていうふうになりますんで、まあ今回ここにね、メスが入ったっていうふうになりますんで、まあちょっとね、ここら辺とかね、今のところ生きておりますけども、まあここもね、いつまで持つかね、正直わからないっていうふうになりますんでね、できるだけね、長くね、利用できればいいところなんですけども、まあここね、ポンタポイントでね、ジャルマイルに交換することができる部分だったのでね、今回の改定はね、ちょっと痛いですよね。はい、ということで今回ですね、2月の13日よりですね、au Pay から ANA Pay のですね、チャージに関してポイント付与対象外を発表いたしましたので解説ねさせていただいたわけなんですけども、まあ正直ね、まあチャージでねポイントをくれるっていうのはね、今はねこれだけ利用することができておりますけども、まあ会社側からするとですね、利用していただけるっていうね意味はあるかもしれないですけども、まあ、それでポイント付与してるっていうのはね、結構ね、まあありえない部分ではあるのかななんていうふうに思いますので、まあ今回ね利用することできなくなりましたけども、まあ今まで利用させていただいてよかったなっていうところかもしれないですよね。はい、ということで今回ですね、まあこういった感じでね変更なりましたので、利用されてた方はですね、ぜひね覚えておいていただきたいなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、 LINE 公式アカウント、最近ね LINE 公式アカウントでフライディパスのおすすめのクレジットカードがわかる PP 診断、マイル診断、ポイントサイト診断で時間かけて、ね、作らせていただいたマイルクレカ診断もね利用すること無料でできるようになりましたので、ぜひねチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。